来たな、しもっち。お前、新小岩歴、何年だ？新小岩歴は、お店は16年ですね。新小岩には住んでない。はい。新小岩の好きなところ、3つ言え。3つ、はい、個人店が多い、晴れの日が多い、あとは何だろうな、家から近い。じゃあ新小岩クイズ始めるぞ。よし、どんと来い。はい。2023年10月1日に開業した新小岩駅直結のショッピングモールの名前は？あ、駅ビルの名前ってこと？そうです。全体、全体、うん、あの駅ビルの名前、名前なんかあんの？あれ、志麻さん、6階じゃなくてね。6階じゃなくて、全部、うん、ヒントはないの？ヒント、ヒント、 S から始まる。はい、よろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、どうぞ。ショータイム新小岩。答えは、はい、シャポーです。2021年の東京オリンピックで柔道男子100キロ級金メダルを獲得した新小岩出身の柔道選手の名前は？はい、これはね、答えられないと。はい、はい、いいですか？どうぞ。これはもうウルフ・アローン選手ですよ。あ、ね、いや、そりゃそうですよ、間違い。はい、答えはウルフ・アローン選手です。ウルフ・アローン選手ですって言うじゃん、みんな。新小岩駅の北口から東北広場につながる連絡通路の名前は何か？ああ、漢字は分かんないんで。漢字ないです。ない。それではどうぞ。東北広場連絡通路。あるじゃん、あそこに東北広場連絡通路って書いてない？それ東北広場じゃん。東北港って何？まあ正解はスカイデッキ辰巳です、うん、あー、聞いたことあるわ。そうですよ、よし、東北広場って。全てが間違ってるな。新小岩駅南口にある商店街はルミエール商店街ですが、全長何メートルか？え、だってそれってあれだよ、出てるよ、もうかぶってるぜ。このぐらいでしょ？惜しい。約じゃないの？443メーターでしょ。何メーターなの？420メーターです。惜しいなぁ、おい、これもなんか諸説あるみたいですけどね。ほんほんほん、いいよ、どんどん行こう。はい。ルミエール商店街には約何店舗ある？これも問題出してるはずなんだよなぁ。あれ？ OK、 全然 OK。 はい、どうぞ。143店舗。これは、うん、私の情報だと、はい、140店舗なんですよ。あれはね、約140店舗ですから。なるほど。じゃあ、よし、正解にしとこう。やっと1問。さあ、こっからだよ。こっからどんどん巻き上げる、追い上げるからね。ルミエール商店街は昭和何年にできた？新小岩駅が昭和3年だから、そのちょっと後だね。はい、
どうぞ。昭和14年。昭和32年です。おー、遅いなぁ。こっからだから、僕はこっからだから。新小岩には新小岩発祥の野菜があるだろ。それはなんだ。これはね、そうだよ、これはもう、はい、どうぞ。小松菜です。よいしょ、もう一回書こうか。東新小岩7丁目にある上本寺には高さ2メートルの閻魔大王の像がある。江戸時代には江戸16閻魔の一つとして有名になっただろ。毎年ある月の第3日曜日に閻魔祭りが行われていますが、何月にあるか。もう何の話をしているかをよくわからないよ。閻魔フェス。閻魔フェス、そう。何月にやってるかな。閻魔フェス、何？これはね、消去法ですよ。うんうん、ね。1月は、めでたいからね。ああ。閻魔となるとやっぱ1月は。1月は避けたいよね。ああ、なるほど。うんうんうん、2月は、バレンタインデーがあるから、そっちに行っちゃうじゃん。ああ、人々の心がそっちに行っちゃう。そうそうそう。で、3月、4月は、退社、入社のね、行事があるから。あ、やっぱそっちに心が行っちゃう。そう、入学式の時に閻魔様なんか。確かに。めでたい、ね。お祭りしたらやべえでしょ。確かに。5月は子供の日があるしな。確かに。何もないっつったら、まあ、6月、7月、うん、8月、うん、でも8月は終戦記念日とかだから避けたいよね。うん、9月、10月、うん、10月は体育の日があるしな、そこは避けよう。まあ、12月はクリスマスがあるからそれはダメだよ。じゃあ残るは、残るは5月、6月、9月だね。あ、僕の誕生日が5月だからもうこれは持ってのほか。はい、わかりました。はい、どうぞ。うん、はい、どうぞ。9月。違うの。答えは10月です。惜しい。いや、体育の日が邪魔したよ。体育の日って。体育の日が邪魔したな、今。いや、体育の日は邪魔してないです。プロファイリングは合ってたね。新小岩という地名は小岩が由来だが、小岩という地名は何が由来してできた地名？もう考古学者が答えるような難問だよ、これは。ね。じゃあヒント。ヒントいらない。あ、いらない。うん、さすが。オッケー。はい、来た。お、どうぞ。下総の国。え、違うの？なんか、うん、これは小岩っていう地名は、うん、もともと甲羽って言われてたらしいんですよ。知らねえ。亀の甲羅の甲に羽、うん、甲羽という地名は約1300年前に作られた。下総の国葛飾郡大島郷戸籍にも出てくる古い地名。下総の国葛飾郡大島郷戸籍は721年養老5年に作成された。下総の国葛飾郡大島郷の戸籍である。奈良、東大寺の正倉院に保存されていた文書、正倉院文書の一つであり、残存する古代律令制下の戸籍の一つ。考古学者の問題、こんなの。OK、どんどん行こう。はい。まだまだ当てるよ。よ。新小岩駅ができたのは1928年ですが、その後それまであったいくつかの町を再編して新小岩という地名ができました。それは何年のことだ。言ってることがわからないよ。何を言ってるんだよ。新小岩っていう地名は聞き取れないよ。
え？これちょっとあれかな。いいよいいよ言って。何何。もう一回言いますね。うん、入ってこないんだよ。新小岩駅ができたのは1928年ですが、昭和3年。そう。そうですよ。でその後ね、その後それまであったいくつかの町を再編して新小岩という地名ができました。要は新小岩駅っていう名前の方が新小岩っていう地名よりも早くできたってことなんです。うんうんうん。でそれはまあ新、それは新小岩という地名ができたのはいつのことでしょうと。いつのことでしょう。何年？西暦何年？1928年より前ってことでしょ。だから後ってことですよ。新小岩駅が先ってこと。が先だからその後に地名ができたと、うん、はいはい、どうぞ。1932年。1965年。知るかもうこんな問題。問題の意味がちょっとよくわからないぐらい難しい。聞き取れなかった、うん、まあいいよ、どんどん行こう。終わりです。難しいよ。ちょっと真面目すぎたかな。そうだな、歴史多い。確かに。全然入ってこない。全然入ってこないな。ちなみに小岩という地名は、うん、何の起源は、起源はというか由来は何ですか。さっき出した覚えてんのよ。入ってこないんだもん。だって何を言っているのかすらわからない。いや、亀頭だっけ。え、こういうこと。そう、あ、だから、あの、亀はいらない。亀はいらないの。そう、亀いらない。亀いらないんだ。そう、小岩、これが小岩なんだ。そう、小岩、こういうことか。そういうことです。へえ、何問だろう、志望さんね。1問しか合ってないんだ。大ポンコツじゃないか。いや、今日は貶められたな、ちょっとね。出題者の選択ミスだな、俺の。